よてに景色を堪能しようとしたが、こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない、いつもの癖で。本当に悪かった。お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに、なんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ、おいらのこともばあちゃんって呼ぶか。まあ、そう言えなくもないが。ああ。誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろ。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。って、そこはいいか。もう知っちゃってるわけだし。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか。そして本当にアビスを倒せるのか。もしものことがあれば、ナタだけではない。テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか。それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って。たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかし、その方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時、神の心を奪おうとしたのは
氷の女工の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの剣は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。ち、誰か来る。何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。ストラリー、いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人、君って子は一体何をするつもり？よくも、私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって、怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければ、なんだって言うの？後ろめたい気持ちはあったんだ。ばあちゃん、ごめん。この、無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよ、シトラリ。今回は、収穫がなかったってわけじゃないだろ。少なくとも、隊長がもう神の心を奪う気はないってことは分かったわけだからな。戻ってからにしようぜ、な。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。ふぅ。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人とも、どうかオロルンのことを見張っててちょうだい。もうこんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのか、ちゃんと説明してちょうだい。あら？答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ。普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったなら、こんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。ああ、友人の家に行った時に、その友人が聞き分けの悪い竜をしつけているのを見たかのような。具体的な例だな。実際にそういう友達がいたのか？そうだ、竜は叱られた時、君たちと同じような顔で僕の方を見ていた。気まずくてどうしていいかわからないという顔を。
おい、叱られてるのはお前の方だろ。話題をそらすなよな。そうか、すまない。もう少し耐えてくれ。そろそろ終わるはずだから。後ろでこそこそ内緒話するなんて、君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、ばあちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。血脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ホーラルン？どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくて。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう。植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子、毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。って上達して何の意味があるのよ。ああ、もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。落ち着いてくれよ。でもオロロンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るために、なんでオイラたちから離れる必要があるんだ？さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか、考えさせてちょうだい。
この後時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。え？なんでオイラがおごることになるんだよ。ストラリ暗い顔だな。クホン、わかった、おごってやるぜ。オイラはテイワット一のガイドだからな。ご飯をおごるぐらいどうってことないぞ。ストラリ、ありがたくオイラにご馳走されてくれ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。ストラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。見てるんだ。入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あら、どうして。見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん。カチーナを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあさまって呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、チアンカ、私の前で悪口？悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ、お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。ストラリ、ストラリ。誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のストラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。はあ、勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って
私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの。シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった。ふん、やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。すっごく頑張ってるんだから。まさか目を開けたまま寝たのか。漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。煙の中には、おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで、寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か。名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒、警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ、旅人パイモン。私どうかしたのか。ちょっと、あ、気球が、ちょっと大丈夫。うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことをするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ、大丈夫か。ちょっと歩いて呼吸を整えるか。はぁ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか。そんなんじゃないの、羞恥心よ。わからない、こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。君にだってそういう気持ちはわかるでしょ。実は。え、何。いい機会だし行っちゃおうぜ。私の心の声。気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない、なんでそんなことが起こったの。声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だって、パジャ
玉姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。この風景、悪くないでしょ。一人の時はここに来るのがすごく好きなの。確かに、すごい見晴らしだな。はぁ、泣きたい。え、泣かないでくれ。どう慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく、助けてもらってるのにお礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで。じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと、確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に、私は変なおばあちゃんとしか映ってない。この認識はもうずっとあるものだから、なかなか変えられないの。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだから、そんな言い方しないでって。ストラリがすごいから怖いんじゃないか？怖いって人もいれば、悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん、私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは？私が怖くないの？え？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから、私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見れば、たとえ一生を費やして頑張っても、私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら、聞かなかったことにして。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネンもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし、あいつにとってお前はばあちゃんだからか。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ。捨てられた理由は、あの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、厄と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて、本当に運が良かった。名園の主では、人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂は、あの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。
その中でオロルンは媒体となる。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。この儀式を完成させれば血脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて中の魂は死散した。血脈に帰れずさまようことしかできない魂がいるの。そして魂がチリジリになったせいで八神の国は衰退の一途をたどってる。でもさっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるからお互いにいいことなわけ。ただ媒体としてのオロルンは完全に生贄になるのよ。でも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時血脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど、私は承認も反対もしなかった。彼らは試み、そして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたらオロルンは死んでたかも。名演の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの。それは他人のために命を捧げることだったっていうの。あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かった時、罪悪感に駆られながらも私は密かに安堵した。この計画は秘密にはされなかった、あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になってあの子急に聞いてきたの。ばあちゃんじいちゃん、もしあの時儀式が成功したらナタは助かっていたのかなって。そんな、あいつのせいじゃないのに。ええ、あの子は分かってるはずだけどそれでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから血脈の状況がどれだけひどいか人一倍分かってる。今でもナタのために何かすべきだと思ってるからファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか。このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分飲みすぎたのかも。大丈夫、風に当たればよくなるから。もう、やっぱり飲みすぎた。はあ、帰りましょう。どう感謝すればいいのかしら。君たちには本当にたくさん助けてもらってる、ありがとう。気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。また次回一緒に考えましょう。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。
予備案ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かに、あいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで、今日はもう、